画面の前の皆様こんにちは、おっさんです見ての通りおっさんですね。新しいアカウント、北米あ字幕版が発売されたんで、まあちょっと、海の彼方じゃなくてベルクラの方での活動になってますね。さあ、ちょっと喋りすぎて喉が痛いんですけどもね、頑張ってこれやっていきたいと思います。いい部屋なんでね、立て続けにやっております。 KF5 ばっかりで本当に申し上げれません。まあ上げる順番としては KF5 の間に何か入れてるかもしれませんけどもね、これを立て続けにちょっと今育ててるところでね、お付き合いいただけたらと思います。さあやっていこうぜ、 Let's do this。 走っていく、前に出てくぜ、先に前に出てくから B のとこ行くから、ここに行くんだよ、ここもある、キョ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 、いやいい感じで回れた、一回こっち、そう、ね、ありがとう、いい感じで入れたいい感じで入れた、満足満足、私満足よ。この桜、このステージってなんか不思議ですよね。あ、待て、腰ダメ腰ダメ、相変わらずマイクロフォン、おびっくりしたびっくりした、ロボットが近づいてきた、おいや、それ対処できない、相変わらずマイクロフォンとロングバレルをつけております。ありがとうございます。もう一人逃した人、ぶねー、そこまで来てたか、逃してたやつでしょうね、あれはやつでしょうね。このステージって桜もあるし、なんでかハングル文字と桜と、空中底辺とどういう世界観なんでしょう、恋とね不思議な雰囲気ではありますね。アジアンな感じを目指してるんでしょうか。A に行きましょう。ただね、これね、上から見るか、行かない方がいいのかな。ここでここら辺で貼っときましょうか、1キルぐらい。これ来たね、来たね、しまった、またターレット抜くの忘れてた。よいしょ、なんか実況動画撮ってると、ストアストリークをいじってる暇ないんですよね。言い訳オツですけども、こう録画停止音合わせみたいなことやってると、うまくね私は何を言ってるんだやることが多すぎて、ちょっとなんかね、よしょこよこ申し訳ない、なんか過去最大ね、過去最大、今なんか何にも言えてなかったね、何にも伝わってなかったと思う。そう、一回死んだ方がいいね、死んだ方がいい、危ない、死に行こう。あら、こっちも全地点か、ちょっと待て、熱いぞ、わけのわからないこと言ってたら、ちょっとこれ、ああ、今のわけるか、腰ダメだろ今のは、私何やってるんだ、取らせるよ、取らせる、おお目の前に、びっくりした、来るな、なんなんあそこ、 B 行こう、あー危ねー、最近オールユーニードキルズとかなんとかよ、トム・クルーズ先生のね作品見ましたよ、こんなバトルスーツ着てるやつね、アドバンスドオフェアと似たようなアドバンスドオフェアなんですよ私口がおかしい今日口おかしいな、アドバンスドオフェアと似たバトルスーツを着てるんですよ、B 行こう、なんか忙しくて喋れないんだよ、よいしょ、言い訳をつ忙しくて喋れないんだよ、なんかちょっと前に
朝日ソーラーじゃげーのね動画を出したんですけど、それが菅原文太のね真似もできないのにね、そういうのやってたんですよ。その動画見た、まあ、一人のね少年の方がね、お父さんがすごい気に入ってたとその回をいやありがとうございます。あのお父様にねあの受けれるっていうのは、ね、非常に幅広い感じでねトークできたんじゃないかなとね思いますなんだそりゃおいここにいるのか、ちょっと待って、よく分かんなくなるからあんまり動き回んないんで、ちょっと待って、ここでちょっともう待って、ハーフを待ちましょうか、ハーフ終わるのを。ああおじさんにもね、ちょっと待って、目回ったらごめんなさい。おじさんにも見ていただけるで、少年にも見ていただける、女の子にも見ていただけるようなね、そんなゲーム実況を目指していきたいと思いますそんなのほとんど思ってないくせにこうやって口に言うならダメなんで。84対78か、これ接戦だな。よし、スピードを上げて前に出ていきます。いくぞこら、足足ここで待ち受けましょう。ちょっとそこ上に、あ上に上がった瞬間に、あれうまい上がり方だな、ああいう感じでできるのか。オッケーオッケーオッケー、裏取れたね、うまく。やべ、いるぞ、取れる、やっ、頼む頼む、来るな、誰も来るな、菅原文太だけにしろ来ていいのは菅原文太だけだ。そうやってね、菅原文太って言っとけばね、後ろかなんか お父さん世代に受けるとか思ってね、ここにまだいるんか、名前を挙げるだけ挙げるのはやめろっていうね。この KF5 ね、先端がちょっと丸く広がってて可愛いんですよ、エリート武器のせいなのか。おー、よし、 B 取れた、ありがとうございます。KF5 なんかね好きだな、これ結構使っちゃうな、可愛いんだよなこれ。あー後ろもいるな、ちょっと B、 あれちょっと壊すんじゃないよ、 B 守っていきましょう。ありがとう、見事。ちょっと待って待って、なんかいたぞ今。ありがとうございます、赤点が見逃してました、目が朦朧してましたわ。あーそちら側ですか、いろんな世代の人にね見ていただけるのはもうすごい、私なんか発見されてるみたい、発見されてるみたい、多分発見されてる、もうねいろんなとこから発見されて見られてるいろんなとこから覗かれてる、ストーキングされてる、私の私生活を覗かれている、私の私生活の赤裸々な部分を見られている。大丈夫、もう一人、あれ味方だったかな、大丈夫みたいね。Bに戻りましょう、まだね油断できる点数ではないからね。あーやっぱそこだね、そこに赤点一回見えてたんだもんね、先やっぱ確認するべきでしたよ。あーいい動きしたな捉えられないわ、ほっちゃんには無理だわ、あれあれあれ取れてる、これうーん疲れてるか、味方がとっくに、まあはっきり言ってハッキングがもう一番いいですからね、ドミンにおいてね、っていうか大体のストリークにおいてハッキングが一番いいんでしょうけど、あんまり最近使ってないな、なんか目が悪くなるあれ使われると目が悪くなるんだよな、目が痛いっていうかさ、特にフラッシュ付きのハッキングあれ目やられますよ、パーティー相手にやると、パーティー相手にあのハッキングが一社に6、7回出てみてください。あのね、ちょっとポケモン現象になりかねなかったですよ。びっくりしました。痙攣起こすわ。痙攣起こすし、どころ怖いし。
あのドクロもうちょっとなんか可愛い感じにならなかったんか、ピカチュウみたいな。醜ければいいっていうもんじゃないんだよね。この上は？あ、もういないのか。おそこにいるのか。この距離は KF5 ちょっと厳しいんだよね。あ、下死んだ死んだ。下に落ちて転落地したみたいだね。裏から取っていこう。もういないが。行くじゃないが。やばいな、 B が取れなくなってきてるな。これ点数差が縮められてるよ。入ろう、ここで入ろう。後ろいるわ、後ろいるわ。あそこがよくいるよね、あそこ。でも入っ、あそこだったらまだ防げようがあるんじゃないか。うーわー、見えない。ポケモン現象になる。ナイス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 。よしよし、これダメ押しだったな今の。多分ダメ押し。ここにね置きましょうか。ちょっと待て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 。おお、またんかまたんかまたんか。おお、元気いいな元気いいな。 A にまだいるぞ、 A に。待て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 。よしよし、これ A 奪って、よし。ふう、ちょっとね、 なんか今回あんまり喋れてなかったですけどもね、ご視聴の方ありがとうございました。あー、ちょっと疲れたな。うん、喉をちょっと休ませよう。この後はKF5 はとりあえずまあここで一旦区切るんで、おそらくこの後の動画は違うんじゃないかな。ふう、もうだいぶ十分 KF5 使ったなこれ。お、来てる、これいいもん来たぞ。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良き FPS ライフを祈っております。最後これ見ていこう。エレイエレイで来た。あースティンガーの色。あーではお疲れ様でした。ベルクラでございました。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器、スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。